物のうんみなさん、藤井葵です。よむろさき、彼女です。お願いします。スパイス素人による単体スパイス食レポー。わー、今日何も聞いてないからな。そうなんですよ、僕スパイス好きじゃないですか、あ、出た。私って何々好きじゃないですかのやつだ。何歳に見えますぐらいうざい質問な何、素人によるスパイス単独何。実際スパイスカレーってさ、いろんなスパイスが複雑に絡み合ってあの味になってるやん。おー、あ、そうだ、前やったね、生放送で。まあ、だから単体のスパイスを味わうことってほとんどないのよ、実際ね。そこで今日は単体スパイスをあえて味わってもらって、その味とか香りを評価してもらいます。お気に入りのスパイスがね、見つかるかもしれない。なるほどなるほど、マイスパイス。まあ、見てるみんなにも馴染みの深いマクドのポテト、マクを使ってシャカシャカポテトにします。ああ、うわー、なんかすごい味になりそうだね。ほんで、スポテトも置いとくんで、食べ比べしながら食レポしてみてください。スポテトが一番美味しいと思います。見つかるかもよ、新世界。でーれん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 これは電車の音からこうイメージを浮かんだんですよ。え？ドーラン、ドーラン、ジャタッと。おお！これは葵のスパイス知識ならぬ音楽うんちくですね。詳しいな。うんちく会じゃん今日。レッツスパイス！さて、スパイス食レポは実はダミー企画です。ブラザーには僕の実家からくすねてきた悪魔のクソと呼ばれる珍しいスパイスを途中で食べてもらいます。果たしてどんな反応になるのか、それではどうぞ。まずは何だろう。コリアンダーというスパイスです。あ、異例のあいつじゃない。あ、詳しいね。詳しいよ、嫌いだもんだって。葉っぱの部分がパクチーですね。うんうんうん、それの種子を乾燥させたものです。うんうん、なんかハーブみたいな、すごい爽やかな香りだ。あ、そうですね、まあ甘く爽やかな香りってよく言われたりしますね。いただきます。はい。ん、どうでしたろう。うん、めっちゃあり。お、なんかちょっとインドで出てきたポテトみたいな感じで、すっごい爽やかなスパイスインド風の感じはする。あ、そう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 。コリアンダー実はね、和食にも使えるんですよ。へぇ、醤油を減らして代わりにコリアンダー入れて減塩料理にするテクニックがあります。そうなの。そう、コリアンダー優秀じゃん。美味しいよ、すっごい。お口がさっぱりする感じ。ああ、油食べてんのに。パクチー感はどうですか。全くない。あ、いいですね。好き。ちょっとスポテトちょっと味変しとこう。ああ、そうね。どうですか。これで。うわ。ああ。めっちゃ。どうですか。一気にインドカレー屋さんの匂いがする。そうですね。クミンです。よっしゃ、待てーって言われた。すごいね、香りがすっごいインド。まあカレーの香りはほぼクミンですね。うわ。いただきます。え、スパイス美味しいよ。美味しいよ。え、マック取り入れた方がいい。シャカポテのメニューに。え、なんかもっとスパイスってこういろんなのを合致して混ぜないと美味しくならないと思うじゃん。単体はちょっとなんか根っこ食べてみたいな感じかなと思ったんだけど、爽やかさが全然違う。団地脂っこい料理とかにもね、いいよね。なんか中世ヨーロッパでは恋人の心変わりを防ぐって信じられてましたね。結婚式の時にクミンをポケットに入れて臨んだらしい。めっちゃうんちく挟むじゃん。ちょっとほんと食べてみて。もう美味しいよね。続いてピンクペッパーですね。ちょっと聞いてください。青いレバーが食べられないんですよ。レバー、まあ、どうしてもレバーパテって美味しそうに見えるじゃないか。みんなパンにつけて大人が食べてるやつ、イタリアンとかに出てくるやつね。ピンクペッパーをかけたら青唯一レバーパテ食べられたの。え、ピンクペッパーの効果がもう出てるやん。そうだから、ピンクペッパー今一番推しなのよ。見て、しかもかわちい。そう、その通りなんですよ。え、彩りに使われることが多いですね。あ、そうなんだ。はい、いただきます。美味しい。うん、スパイスが万能なのかマックが万能なのか分かんなくなった。スパイスや。いや、本当にこんなに
合うと思わなかったの。え、なんか今の撮影の時がハイになってんのかな。明日食べたらそうでもないかも。撮影ズハイ。今までのやつよりもピンクペッパー一番癖があるかもしれない。香りは強いですね。しかもそんなあの引き立てなんで。美味しい。あのスリカの電動ミルで引きました。やっぱパウダーよりもね、あの引いた方がより香りが引き立ちますんでね。続いてサフランですね。なんか高級なやつじゃなかったっけ。それよくご存知で、もうや生放送で勉強したからさ。世界一高価と言われていて、まあ、今回のそれ 1g で1600円です。はぁ、お肉の言い方するとグラム16万ですね。ねえ、嘘。やばいよ、ちょっと待って、散財してるよ、おいチャンネル。超高級ですよ。ダメダメダメ、うわー、なくなっちゃうから、サフランで。そんなフェルメールがラピスラズリで破産したみたいな言い方すな。どうやったでしょう、なんか、ま、今日はもう全うんちくを引き出そうとしてるじゃないね。本物のね、サファイアからなんか粉にしてただけ。青、あ、そうそう、ラピスラズリが高すぎてね。もうしっちゃかめっちゃいろんなうんちくがもう工作しちゃってるから、今日なんかちっちゃい子なの、浮き輪の匂いしてるよ。あーなんかビニールみたいな香り。ちょっとえ、なんでだろう、懐かしい。悔しいけど否定できんな。塩素、ね、ちょっと高級な、させいただきます。うわ、不思議。まあ、エキゾチックっていう表現されるな。いや、ちょっとスパイスポテトマジでありかもしれない。お、美味しい。サフランもいける。人生で初めてチャイを飲んだ時のような感じの知らない味。まあこれはおなじみですね、ターメリック。ターメリック、黄色い。よ、主に何に使われるんだっけ、ターメリック。ターメリックは料理を黄色くしたい時やな。あれ、サフランライスはサフランだけど黄色はこれなんだ。ああ、あのね、サフランも黄色になるんだけど、サフラン高いやん。うんうん、サフランの代わり。あー、だからか。そうです。あー、ちょっとなんか渋い木の皮みたいな。あー、いいですね、香りがします。石の香りとか。的確やと思いますよ。なんで教師側みたいな感じなん、今日。今日もスパイス講師ですから。いただきます。あー、こりゃまた違う。ひき肉とかと合わせたい、トマトとかひき肉とか。あー、はい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 。まあ、カレーやね。確かに。でも本当にポークステーキとかにちょっとマスタード添えてられたりするじゃん。ああ、そんな感じだ。お肉となんかちょっとターメリックをちょっと合わせてこうかじると風味、木の風味が増しますみたいな。はい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 。筑前煮のごぼう。ああ、いい味出すね、ごぼうみたいな。筑前煮の中のごぼうの立ち位置じゃない。そうかも。あと桜チップの燻製ルースみたいな。とにかくそういうちょっと木の香りだ。まあ、そうだね。ごぼう、ごぼうです。さあ続いて、はい、ヒング。ヒング、なあ、玉ねぎみたいな感じだ。おお、なんか前さ、あのドリアン食べたじゃん。おお、そういう時にさ、あの古い玉ねぎみたいな、あの排水管の話したじゃん。若干近しいものはあるかな。あー、なるほどね。面白い。いただきます。なんか複雑な味。お、野菜炒めなのに冷蔵庫に玉ねぎしか入ってなくて、めっちゃ玉ねぎ多い野菜炒めになっちゃった時の味。あー、なるほど。実はですね、なんかやってんな。最後に食べていただいたこちら、怖い、悪魔のクソです。待って、今ブラザーが食べたそれは悪魔のクソです。動物のうんってこと。乾燥させたやつ食べたって感じ。え、だからこの中の植物みたいな匂いがした感じ。あ、草食動物のね。そう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 。本当に、まあ、ほんまにうんちを食べてるわけではないんだけども、うん、一応ちゃんとしたスパイスです。あ、スパイスをスパイスなんか。そう、焦ったー。ついになんかうんを食べさせられるかと思った。このチャンネルは。あ、びっくり、マジ心臓ドゥンってなったから一回焦ったわ。なんか植物の根っこの液体を抽出して固めたやつらしいねんけど、でも現地では普通に食べられるんだけども、なんかその匂いが独特すぎて悪魔のクソって呼ばれてるらしいですね。そういうことだ。もうずっとさ、今まで美味しかったのにずっとお口の中になんか最後ので一気になんか塗りつぶされた。ポテトにふりかけじゃなくて壺ごと嗅いでみて。あ、本当にあるやつなんだ。あー、
安心安心、あ、普通に、あー、まあ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 、もう全世界のこう玉ねぎを集めて炒めた時の排水溝排水溝でした。なんか優しい人だね、このお名前をつけた人は。悪魔のクソって言ってもさ、悪魔もそんな臭いうんちしないんだよなっていう、心優しい人がつけたぐらいの香りだ。腸の調子がいい悪魔ね。いや、ちょっとこれだけ舐めてみていい？あ、いいですよ。あ、ポテトが美味しかったんかも。ちょっと粉だけだと確かに3日ぐらいは残りそう。クソですか？まあ、クソまでは言ってないかな。なんか悪魔の生活排水って感じかな。いや、やな。うわ、残りが臭っ。うわ、手臭っ。ということで、動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとスパイスポテトの可能性がね、やばかったよ。いや、みんなにもいろいろ試してほしいわ。爆発してびっくりしたわ。みんなも試してみてね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ちなみにせっかくやからさ、うん、あのお気に入りのスパイスありました？コリアンダーかも、意外と。コリアンダーかクミン。え、美味しかった。お、ゴリゴリ王道ですね。ちょっと最後のが強烈すぎて、そう見えんのかな。でも美味しいよな。